皆さんこんにちは。銀座支局の東堂海です。私は今日献血に来ております。といってもいつもの献血ルームではありませんよ。こちら東京都中央区銀座駅近くにあります銀座レストランヴァンパイアカフェです。こちらヴァンパイアと言いますとものすごく怖いイメージがあるんですけれども、こちらのヴァンパイアはどのようなヴァンパイアなんでしょうか。私映画ホラー映画のクライマックスでもう怖くてほとんど目をつぶっていて結局内容がわからなかったという人なので、もう今からドキドキです。でも早速楽しんでいきたいと思います。はい、失礼します。早速入っていきます。ちょっといきなり失礼です。こんにちは、失礼します。あー、びっくりした。早速店内にお邪魔しております。こんにちは。ではお席ご案内いたします。はい、よろしくお願いします。足元あ、はい、早速ですがもうすでにもう血みどろな廊下が続いております。これ赤血球でしょうかね。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。わあ、すごいですね。店内が黒と赤で統一されていて物々しい、おどろおどろしい雰囲気になっております。はい、早速ですがメイドのアンドレアさんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。なんだなんだ、想像しいな。ありがとうございます。ヴァンパイアローズです。サティンパ、どうぞ。失礼。ローズさんですか。はい、ローズです。ちょっとびっくりしました。ローズ伯爵もお話を聞かせていただけるんですか。はい、何でも聞け。よろしくお願いします。早速ですがローズ伯爵はおいくつなんですか。我が輩は200年ちょっと生きております。200年ちょっと、長生きですね、さすがに。まあ、ヴァンパイアでは若い方ですけどね。そうですか、もう若いとか老いてるとかあるんですね、ヴァンパイアの世界でも。一応ありますよ。はい。はい、もうちょっといきなりびっくりしてしまったんですが、ですね、こちらのヴァンパイアカフェなんですけれども、いつからやってらっしゃるお店なんですか。いつだったかな、ちょアンドリア答えてくれ。2011年の6月にオープンいたします。2001年の6月ということはもう11年12年ぐらいですね。結構長いお店ですね。はい、ありがとうございます。もうこれはかなり固定ファンがいらっしゃると見ますよ、私は。楽しみです。ちょっと早速いろいろお話を伺っていきたいと思います。お店のコンセプトを教えてください。まあコンセプトというのはちょっと間違いなのだが、はい、吸血鬼による世界制圧のためにまず飲食業から始めてみた、そんな感じ。ちょっと野望が大きいです。はい、袋を取っていかないとな、人間は。ということでお料理もかなり期待できると思います。はい、店内はどれも素晴らしいんですけれども、おすすめのお部屋はありますか。今一応こう座っているこの席が一番人気でして、セイント・ギオルギウスの祭壇でございます。一応こちら、まあ、さっきから店内って言ってるけど、はい、館内だ、店じゃない。失礼しました。館内を、見渡せる一番いい席になってます。はい、こちらに棺なんかもありまして、こちらの中には、僕の父上が眠ってます。なのであまり騒いで起こさないように。あのローズ伯爵はあそこにはお住まいではないということですね。はい、僕は魔界から通ってますので。魔界ですか。はい、ちょっとそちらの世界もいつか覗いてみたいですね。しもべになれば覗けるぞ。考えておきます。こちらの館なんですけれども、どのような方がたくさん来館されるんですか。
ですね、まあ、皆さんご想像するのはやっぱりロリータちゃんとかそういうのを想像すると思うんですけど、はい、結構違いまして、銀座という街もありまして、会社帰りのサラリーマンの方やあと合コンなんかでも使われたりします。なんか意外ですね。お嬢さんみたいな方結構来ますよ。お嬢さん、はい、ありがとうございます。確かにこちらすごく便が良くてですね、もうあのお買い物帰りの方とかもちょっと疲れたなと思ったらすぐ来られる位置にあるのでとてもいいと思います。こちら実はコース料理もあるというふうにお聞きしたんですけれども。あ、はい、ご用意しております。2ヶ月に一度変わるんですけども3種類ございまして、ヴァンパイアの物語仕立てにさせていただいております。わかりやすいようにな。わかりやすくないです。どういうことでしょうか。コースを食べていただければ、このヴァンパイアカフェの、なんだろう、まあ、さっきから言ってるコンセプトを十分に味わえる内容になっているので、はい、わかりやすくなってますよ。ああ、なるほど。ちょっとどのようなのか今のところ全然想像がつかないんですけれども、後で詳しくお聞きしたいと思います。こちらの館なんですけれども、いろいろなシーンで利用できると思うんですが、どのような時に使われる方がいらっしゃるんですか。一番多いのは女子会で、あの皆様お友達のお誕生日会とか、なんかアニバーサリー記念日をお祝いしております。あとはあのカップルの方も多くいらっしゃいまして、はい、こちら あの犠牲者の部屋というカップルシートで、はい、2人でカーテンを閉めていい感じにデートを楽しんでおります。カーテンを閉めてもよろしいと。カーテンも閉めていいよ、うん、だが、まあ、閉め切らせるわけにはいかないんだよね、うん、ほどほどにということですね。ほどほどに。何ニヤニヤしてる。何やらしいこと考えて。いい感じに使わせていただきたいなと思います。ここはレストランだからな、うん、はい、勘違いするなよ。はい、わかりました。勘違いするなよ。はい、ご注意です。お料理を出していただきました。こちら見てください。どうぞ。もうかなり凝っていて見た目も綺麗で、もうちょっと見惚れてしまうんですけれども、こちらの料理ちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか。じゃあアンドレア説明してやる。はい、こちらがトロマグロアボガドのシーザーサラダで、シーザーサラダ、仮面をつけた紳士の、はい、あー、はい、仮面をつけた男がシルクハットかぶってますね。シルクハットで口にバラをくわえている。これが口ですか。はい、でバラで、バラの絵で、はい、バラを加えている。なるほど、かわいい。ちょっとこれはあの羽っていうかですね。そうです。察しがいいな。いや、はい。そしてこちらのお料理は、はい、若鶏とポルチーニだけのトマトクリーム缶オケリゾットでございます。やっぱり缶オケですね。缶オケリゾット、カンオケリゾットですね。そして真ん中に十字架があって、やっぱりバラですか。バラでございます。あと中から、はい、手が出てきてるので、襲われる前に召し上がりください。これ手ですか。そうです。蘇ろうとしてます。すごい。あ、なんかもう本当にストーリーがありますね、お食事に。楽しいです。あー、本当ですよ。あーなー、ちょっと、そしてそして、お飲み物をお願いします。一番人気メニュー、ドラキュラ、トランシルバニアの幻影でございます。ドラキュラ、トランシルバニアの幻影。そうです。凍ったな。はい。はい。お前、トランシルバニアを知らないのか。すみません、いろいろと、すべて説明をお願いします。じゃあローズ様にお任せします。お願いします。トランシルバニアは、はい、ドラキュラ発祥の地です。ルーマニアにある。へー、はい、の幻影なんですね。はい、そのドラキュラ伝説を幻影と例えてドリンクにしたみたいな感じ。あ、ちょっとどんな味なのか全く想像がつかないような色なので、こちらも楽しみですね。お前の想像を超える味だ。私の貧相な想像を圧倒的に超えていると思います。はい、いよいよ実食させていただきたいと思います。いただきます。思う存分食べるがいい。はい、いただきます。ありがとうございます。こちらドラキュラの
ドラキュラ、トランシルバニアの原型。ドラキュラ、トランシルバニアの原型。原型。原原型。面白い。失礼しました。勝手に名前を変えるな。原型です。原型。はい。あ、爽やか。意外と飲みやすい。飲みやすいですね。お酒ですよね。そうです。すごく飲みやすいです。こちらはジンベースのカクテルで、パッションフルーツのリキュールやジンジャーエールなどが入ってます。あー、なるほど。ちょっとソフトドリンクみたいな感じでグイグイいけます。そしてお料理をいただきたいと思います。失礼します。もう崩すのがもったいないのですが、食べる前にかけてみたらいいですか。壁を。失礼します。似合うと思う。うわお似合い。どうだ正解し誰の真似だそれは。わかるでしょ。はい、かわいいです。もういただきます。うん。みんなが好きな味。みんなが好きな味。うん。美味しいです。そしてこちらがサーモンで、トマトで、上にあるのがパンで、下がトロマグロ。マグロ、あ、美味しそうでした。失礼します。あ、混ぜた方がいいんですか。よいしょ。うん、うん、いい音が鳴っている。はい、私よりコメントがうまいです。あの、マグロなんですけど、ちょっとサラダ風味になっていて、あとこちらのソースとかも多分今混ざったので、ものすごくあのコクがあって美味しいです。はい、そしてこちらのもう崩すのがもったいない缶桶のリゾットですね。はい、はい、いただきます。ありがとうございます。はい、うん、あ、これお酒が進む味ですね。美味しいです。あの、トマト味ですかね。あと、なんだろう、キノコのコクですね、これ。美味しいです。はい、今日はこちらのお二方と楽しい時間を過ごさせていただきました。もう入り口からびっくりして、そして店内、いえ、館内のインテリアもものすごく凝っていらっしゃいまして、特注品も多々ありますので、それを見るだけでも楽しめると思います。そしてお料理も目で見て楽しく美味しく、私今日はかなり大満足でいます。本当か。はい、よかった、安心した。ありがとうございます。そしてですね、こちらのお店、何度も言いますけれども、銀座の駅からすぐです。2、3分で来られますので、ちょっといい店ないっていう風に銀座で誰かに言われた時に、ちゃちゃっとこちらに連れてきていただけたら、もう何、2だね、銀座2だねっていうことになると思います。こちらビルの7階ですので、もう知る人ぞ知るという感じですが、こちらのお店、さりげなく連れてきていただけたら、とってもいい感じになると思います。はい、ありがとうございます。こちらのお店の情報をいろいろ教えてください。まずアクセスをお願いします。銀座の B3 出口または B5 出口を出ていただいて、右手にまっすぐで、1、2分で着きます。はい、そして定休日お願いします。定休日は1月1日だけで、あとは毎日営業しております。毎日すごいですね。はい、元旦ぐらい休ませてくれ。はい1月1日以外すべてやっております。それから営業時間をお願いします。
月曜日から木曜日までは夕方の5時から夜11時30分ま で、あと金曜日と土曜日が5時から深夜2時ま で、日曜日が5時から11時まででございます。はい、金曜と土曜は2時までゆっくり飲めます。はい、それでは最後にお客様へ熱いメッセージをお願いします。まずアンドレアさんからお願いします。銀座で、ロズ伯爵とメイドたちと、お客様をお待ちしております。で、9月10月はハロウィンで皆様仮装してきていただく方もいらっしゃるんですけども、ない場合はこちらでお貸しすることもできますので、ぜひ楽しみにいらしてください。楽しそうですね。貸していただけるんですか？はい、そしてローズ伯爵お願いします。はい、唯一無二のヴァンパイアの世界観を味わえるレストランになってます。ぜひ一度、いや一度と言わず二度三度、いやずっと来てください。はい、お待ちしています。あとですね、こんなところにちょうどよく、あら、いいんですか、我が輩の告知をさせていただいて、はい、どうぞ。我が輩ヴァンパイアローズ、なんか胃袋の次は耳から制圧しています。はい、思惑が制圧しています。笑いすぎだと。よろしくお願いします。ローズ伯爵の歌声は気になりますね。シャウトしてるんですか？シャウトはまあちょいちょいやるが、まあ、お店に来ていただければ、あのバースデーソングを歌って、直々に歌っていただけるんですか？ぜひ感じるのを増やして、はい、怖いもの見たその方はぜひ来てください。はい、アンドレアさん、そしてローズ伯爵、はい、今日はどうもありがとうございました。こちらこそ。では最後に決めポーズをお願いしたいと思います。せーの、東京 TV